皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今日はこちら2冊購入いたしました。モノマックス、そしてビーパル、順番に開封していきます。それではまずはモノマックス開封していきましょう。はい、開封いたしました。今回の付録は買いの付録です。こちらは明治公認のキノコの山、タケノコの里、両 A 面2層ポーチとなっております。速報でもお伝えしておりましたけれども、ようやく発売となりましたね。楽しみにしていた方も多いと思います。それでは詳しく見ていきましょう。ご覧ください。こちらはキノコの山側の面ですけれども、本物そっくりのプリントがされております。実際にちょっと持ってきましたけれども、こちらですね。そっくりと言いますか、こちらの画像をそのままここに貼り付けたということになっておりますね。はい、かなりリアルなプリントがされているのがわかるかと思います。でポーチのサイズもこのキノコの山本体ですね、お菓子の本体とほぼ同じサイズになっておりますので、はい、まあ、だいたいサイズ感のイメージもつきやすいかと思います。まあ、このようにのどかな風景もしっかりと再現されたポーチとなっております。そしてそのまま裏面見ていきましょう。裏面はこの通りタケノコの里の面となっております。こちらも完全に再現された、はい、画像が貼られてますね。プリントされております。ご覧ください。はい、私はどちらかというと、タケノコの里派なんですけれどね。まあ、こちらお菓子美味しいですよね。こちらもしっかりとリアルなプリントがされております。明治公認ということで、これはかなりレアなポーチになっております。そしてこの素材なんですけれども、PVC が使われているんですよね。私はてっきり画像だけ見ていて、PVC ではなくてポリエステル素材なのかなと思ってたんですけど、はい、ちょっと予想外なところありますけど、まあ、PVC 素材で、まあ、質感的にもですね、はい、しっかりとした作りで、良き仕上がりになっているかと思います。そしてポイントとしまして、こちらですね。ジップの引き手はこのお菓子の形をしております。キノコさんとタケノコさん、はい、こちらこう触ってみますと硬めの素材ですね。こうプニプニ感があるのかなと思ったんですけど、はい、硬めになってまして、まあ、引き手の持ち手としてもしっかりと機能する可愛いチャームということです。そしてこのように2層式となっておりまして、まあ、小物の仕分けに便利に使えますよね。可愛いだけではなくて機能的なポーチとなっております。上から見るとこうで、横はこうですね。で下から見るとこのようになってます。まあ、サイズも程よい大きさで、まあ、それほどかさばらずバッグに入るんじゃないでしょうか。それでは開けていきましょう。まずこちらキノコの方から開けますね。はい、このように、まあ、ジップの動きですね、このはい、ファスナーの角の部分もスムーズに動いてくれますので、操作感は全く問題ありません。で中の方、本日も睨みが効いております。中見ていきますけれども、内側はこのチョコレートカラーと言っていいですかね、ちょっと濃いめの茶色となっておりまして、ここに横いっぱいのポケットが1つ、そしてこちら反対側には中央で仕切られた小物ポケットですね、2つ付けられております。そしてここももちろん収納として使えますので、はい、こちらは細々としたものを入れる方のスペースです。続いてこちらタケノコ側見ていきましょう。こちらの、はい、ジップもですねスムーズですね。でこのタケノコのこの形もですね持ちやすくて、力も入れやすくて、はい、開ける際もですねかなり安定して開けることができます。では中開けていきます。どうやらタケノコ派のようです。それではタケノコ側中見ていきましょう。こちらは内側も先ほどと同様にポリエステル素材の茶色になっておりまして、中はこの空間があるだけということですね。ポケット類はついておりませんので、ちょっと大きめのものを入れるスペースとなっております。で、サイドにはこのように仕切りといいますか、付けられておりまして、横からこう出てこないようになっています。で、下の部分はここはつながってはいるんですけれども、大きめのものであればこうはみ出したり出てきたりしませんので、まあ、そういった収納になっております。横から見るとこんな感じで開きます。上から見るとこうですね。そしてここには明治のタグもしっかりついております。それではポーチにいろいろ入れながらサイズ感見ていきましょう。
今回明治の公認ということで明治のお菓子いろいろと購入してまいりました。はい、まず最初にお伝えしておきますけれども、アルフォートには対応しておりません。それではこの辺り入りそうなので入れていきましょう。まずこちらの小物入る方ですね。こちらにははい、これ入れてみますけれども、はい、あ、横幅ぴったりで入ってくれます。さらに、チョコレートですね、この板チョコの方はこちらの内ポケット、はい、あ、やはり純正のチョコレートぴったりと入ってくれます。そしてこのような箱型のちょっとかさばるものはこの大きめの、こちらがタケノコ側ですね、こちら側に入れちゃいましょう。はい、アポロもこのようにすっぽりと入ります。さすが明治のお菓子はぴったりきますね。でこちら、ポケット2つありますので、こちらにはブルボンのふんわりチョコバームがぴったりと入ります。これだけ入れまして、このようにはい、しっかりと入ってくれます。その他小物類、例えばこういったモバイルバッテリーとかこのようなコードですね、はこの広いタケノコ側に入れて、さらにそしてこちらには文具系のカッターとかですね、ペンをこのように入れたりとか、さらにはホチキスを入れたりとかですね、そしてこの小さいポケットにはこういったノリとかメジャーとか小物を入れて、はい、こんな感じでさっと閉めて入れることも可能となっておりますので、2層構造になっていますので、文具系とガジェット系のケースとして使えるポーチになっていると思います。あと持ち歩くとするならば衛生グッズとかですかね、例えばこういった除菌シートはすっぽりとこちらタケノコの里側に、すっぽりと入ってくれますので、こちらに入れておいたりとか、できます。でさらにこちら側に、除菌アイテムとか、あとハンドクリームを入れたりとか、あとポケットティッシュですね、ポケットティッシュをここに入れておいたりとか、不織布マスクはちょっとサイズ的に入んない感じですけど、折りたためば入るかと思います。はい、でこんな感じで、はい、入れて持ち歩くのもありだと思います。はい、ということでここまで一通り見てきましたので、大体のサイズ感分かってもらえたかなと思います。はい、ただ正確な容量はまだ出ておりませんので、しっかりと測定していきたいと思います。それでは本日も参りましょう。 How many ブルボン。ポーチの容量は20ブルボンです。明治きのこの山たけのこの里ブルボンルマンドチョコリエールチョコバーム収納ポーチ、おすすめとなっております。それでは最後に来月号の予告をしておきます。モノマックス来月号の付録はこちらです。はい、アーバンリサーチキーケース付き牛革財布です。はい、出ました。来月は牛革製の財布です。この外側のこの黒い部分、ここですね、牛革が採用されております。こちらが前でこちらが後ろですね。後ろ側にはカードスリットが付いているということです。で中開きますと、こちらは2層構造になっているんですかね。はい、こうですね。で、鍵、キーをつけるホルダーが付いているのと、こちら側にはお札とか小銭も入ります。さらにカードも入るという、はい、このような収納力となっております。そしてここですね、ここがコインケースで、ここにはここに出てますけど、こういった車のキーですねとか、あとタブレットなど小物も収納できるクリアポケットが収納されているということです。はい、こちらの面とこちらの面の2層構造になっているということです。それでいてこのように手のひらサイズのコンパクトサイズということで、かなりスマートに持てるのではないでしょうか。アーバンリサーチの付録は買いのものが多いですからね、来月も楽しみにしたいと思います。来月号は4月8日発売となっていますので、楽しみに待ちましょう。お待たせいたしました。ここからはビーパルの付録開封します。はい、開封いたしました。今回のビーパルの付録は小川とビーパルのコラボで、
ソロキャンアウトドアテーブルとなっております。いやもう開封してすぐ木材の匂いがすごいんですけれども、なんかすごいの出てきましたよね。はい、で中に入っていたのはこちらの、木材なんですけど、 1,2,3,4 つに分かれたものが入っているのと、このロープですね、でこちらが入っております。こういった自分で組み立てる付録、楽しくていいですよね。では写しておきます。こちらがテーブルの足に来る部分ですね。このようになっていて、厚みは1センチもないくらいですね。 0.9 とか、まあ、そんな感じになっております。でこちらが2枚入っていると。そしてこちらが、テーブルの、まあ、でこのように、小川のロゴプレートですが入っております。かっこいいです。このキラキラと、わかりますでしょうか、輝くような、はい、プレートが入っております。でこちらと、はい、まあ、これがテインターになる部分になりますね。それでは組み立てていきましょう。はい、こんな感じで完成しました。どうでしょうか、テーブルがこのように、仕上がりました。まあ、組み立ては簡単でしたね。まあ、ここの溝に、この天板に来る部分を差し込んで、両サイド差し込んだ後に、ここにロープがですね、通す穴がありますので、このようにロープを張って、最後はこちらでキュッと締めてあげるということで、まあ、ここが安定しますので、はい、そんな感じにできました。ただこうロープをキュッと締めすぎると、どうしてもこう真ん中の方にこう倒れがちになるんですけどね、足が。このあたりは何かうまくやる方法があるんでしょうか。ちょっと、はい、まあ、現状ではこんな感じかなと思います。でこの状態でもかなり安定してますね。こう押さえても、はい、まあ、崩れたりしませんので、はい、丈夫にできております。でこの、サイズなんですけれども、だいたいこの A5 サイズがぴったりくるサイズになっております。まあ、A5 サイズが手元にない方は、まあ、こうですね。それではちょっと上に乗せてみましょうか。例えばこういったマグカップを置いて、まあ、コーヒータイムとかですよね。あとはこう何か小皿を置いて何か食べながら、まあ、冬場とか寒い日でもですね、まあ、温かいコーヒー飲んだりとかできます。そして夏場はやっぱりこういった冷えたビールを入れた、はい、こういったタンブラーを置いたりとかですね、あとはちょっと料理を作った、はい、こうメスティンとかをここに置いて、料理を食べながら、はい、一杯いただくという、まあ、そんなテーブルにぴったりかと思います。で、まあ、このロゴプレートなんですけれども、まあ、物を置いたりするときにちょっと邪魔になったりしますので、これは裏返して使った方がいいのかなという感じです。そしてこのテーブルの高さですけれど、7センチあります。もうちょっとここにもスペースありますので、意外といろいろ載せることができますので。そして雑誌に載ってるんですけれども、この付録に対応するテーブル収納ケースっていうのが売ってるみたいです。4,940円。で、このようにバラして、うまく収めることができる。で、畳むとこんな感じですね。かっこいいですよね。はい、でもう一個ここに収納スペースがありますので、こういった薄いカトラリーなら入りますよという感じで書かれてあります。素材は綿って書いてありますね。はい、ビーパルの通販ショップでも受付しているということが書かれてあります。そして使い終わったらこのようにバラして、4枚の板をロープで縛れば、このようにコンパクトに持ち運ぶことが可能です。はい、ということでいかがだったでしょうか。ここまでビーパルの付録紹介してまいりました。で、ビーパルの付録、まあ、これプラス、中にですね、このように大人の一品という本も入っておりますので、まあ、これも読んでるだけで、楽しい、本になっておりますので、こちらもついております。それでは最後に来月号の予告をしておきます。ビーパル来月号の付録はこちらになります。グリップスワニー×ビーパルアウトドアウォレット&パスケースです。こちらは、まあ、正面にこちらロゴ入ってますよね。
で、アウトドアに映えるデザイン。で、表面はもちろん撥水加工がされているということです。で、このロープついてますので、このように首から下げるととってもおしゃれでかっこいいですよね。で、中はカードが入るポケット2つと便利なメッシュのポケットがついているということです。で、反対側にはパスケース。で、ロープは 1.2 メートルありますよと書いてありますね。はい、まあ、こちら、まあ、コンパクトでとてもおしゃれなアウトドアパスケース。来月号7月7日発売となっておりますので、楽しみに待ちたいと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はモノマックスとビーパル紹介してまいりました。はい、まあ、こちらのポーチもレア感かなりありますよね。買いのポーチだと思います。そしてアウトドアブーム、今年もソロキャン行ってみたいなという方は、ぜひこちらチェックしてください。ということで、本日の動画は以上で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画、参考になったと思ってもらえましたら、グッドボタンお願いいたします。そして、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。